オロチマル様、カブトさんの考えを変えたそのイザナミって術はどんな術なんすか？イザナミはウチハに伝わる道術の一つ。一度術にはまってしまったら、その考え、いや心を入れ替えねば決して抜け出すことはできない。過ちを認めるまで永遠に同じ出来事をループすることになるのよ。僕はずっと間違っていた。自分以外の何かになり変わることで何でもなせると妄信していた。でもそれが過ちであることをイタチは教えてくれた。己の失敗に怯え、それを認めることから逃げているだけだと。だからといってすぐに認められるわけがない。何度も何度も何度もループを繰り返した。僕こそが完璧なんだ。わからないのか。お前は決して完璧ではない。ウチハイタチ！などなく、このループから逃れる術はあるはずだ。先方、無期転生。行き過ぎてるだろ、この力。今の僕はイタチ以上の存在。オロチマル様になり代わる完璧な存在になった。先方、惨劇の術だ。先方、惨劇の術。先方、惨劇。さあ、さあ、行こうだろう。やった。さあ、行く。おっと、先方。ダメだ。何をやっても状況は変わらない。前はやった時と同じだ。おっと、先方、反撃の術。勝った。いや、まさかこれもループなのか。先方、無期転生。行き過ぎてるだろ、この力。僕は一体。倒したはずなのにまたループか。何が間違っている。僕は完璧なはずだ。わからないのか。お前は決して完璧ではない。完璧である僕が僕なら、完璧でない僕は僕ではない。じゃあ今の僕は何だ。何度もループするにつれ、僕の精神は摩耗していた。考えがまとまらず、自信も消え失せ、わからない。僕はさまざまな記憶が体の中から消えていくようだった。だけど、どうしても消えない記憶があったんだ。それは、幼い僕に本当の安らぎを与えてくれた記憶だった。あの時、あの場所で、僕は確かに兜として存在していた。どんなに姿形が変わっても、あの時の記憶は変わらない。そして名前も変わることはない。僕は僕のままで、ずっと昔から兜のままだった。
そんな単純なことが僕は分からなくなって、そして自分に他人を上塗りしていたんだ。それがやっと分かった時、そこで解放されたというわけね。そう。いい風じゃない。